どうもサラマッチョです。本日は夜のイフリートジムにお邪魔しております。今日なんですけども、久々にショルディープレスのマックスチャレンジをやってみようかなと思いまして、こちらのジムに来ました。で、私昔ね、ショルディープレス100キロ超えるっていうのを目指して一生懸命やってたんですけども、いつの間にかね、ちょっとそれやめてしまって、結局ね、ショルディープレス何キロ上がるか今わからないんですよね。で、今日は久々にショルディープレスどんぐらい上がるかちょっとやってみようかなと思います。で、目標としてはですね、まあ、はい、ということで今60キロまでやってみたんですけど、まあね、60キロもまあまあ手応えありましたね。だからここからは10キロ刻みで70、80、90、100といけるところまでやっていきますよ。まだいけるでしょ。もうちょっといけそうですね。はい、じゃあ次80キロですね。まあ大体今私自分の体重よりちょっと重たいぐらいですね。いきます。まだいけんじゃねえ、これいけんじゃねえ。はい、では次90キロいきます。はい、じゃあ90キロさっきギリギリやったんですけど、今から100キロやります。ちょっとすいません、僕今からショルダープレス100キロ挑戦するんで、はい、上がったら拍手してもらっていいですか。お願いします。なんか力の入れ方わからんくないですか。めちゃくちゃ難しい。力が入らない。ダンベルやったらなんかまっすぐバーンっていけるんで力入るんですけど、よっしゃ、これはきついぞ。まずラックアップできるのかっていう問題があるシュッ、あ、重た、いや、重たくない、重たくない。今のジャッジどうすか。100点です。合格、はい、やった奇跡起こった。はい、ということで結果100キロですね。100キロ最後ギリギリ上がって、もうあれ以上は無理だということで終了します。
実はですね、事前にね、安治川さんの記録を聞いてたんですよ。で、あの方の記録が210キロっていうことで、その半分の105キロ上げてやろうと思ってたんですけども、まあ、今日の感じだときついですね。100で本当ギリギリっていう感じでした。ただ、このショルダープレス、私、本当久々にやったんですよ、バーベルで。全然慣れてなくて、フォームも全然わからなくて、セッティングももう結構適当でやったんで、しっかりとやったら105は結構またいけんじゃないかなと思いましたね。はい、ということで記録100キロということで、おめでとうございます。私おめでとうございます。はい、それでは本日もありがとうございました。